蛤蟆好きだろお前たち。蛤蟆でも高いんだよ。蛤蟆肉。これ高いお肉なんだよこれ。うん、知ってる？知らない。今日何曜日だっけ？月。うん、本来エナがね、ご飯作るあれなんだよね。え？エナ今日作る間の作ってんのいつもエナ。うん。えの月水金作るってことになってて、じゃあなんだ今日鴨鍋食いって言ってしまったんだよ。最初メールを今日来るんでしょとか。カキフライどうですか。美味しい。しながらはね聞いてたんだよ。パパもカキどうですか。三冠儀。三冠儀行くの。行けないんじゃない。行けないんでしょ。仕事じゃないよね。いや明日は休みだね。歌いながら一番前で歌うから見に来てねって言ってたね。あ、行くの。あ、みんなする。このストラスは早く来るし、うんうん、ママとサコワとパパは休みだし、うん、何だ、どういうこと。早く来るってどういうこと。あ、早く帰ってくるってこと。うん、嘘、そうでもないでしょ、うん、いつも通りでしょ、うん、何したの、ちいちゃん休みたいの。9時に帰ってうちの保育園嫌いらしいから。太鼓あるからね。今日も太鼓やったんでしょ。太鼓 の厳しい練習にちょっと耐えられないみたいな。ちな、鴨食べろ鴨。でっかい鴨がある。キムチみたいな感じで、そういうふうな感じで、柿もそういうふうにしてやってるの、うん、キムチに柿、うん、初めて聞いた。でキムチ鍋にホタテにチャンジャみたいな感じ、うん。あー、ちょうどここにちゃんじゃがあるので。あ、それちゃんじゃだの。ちゃんじゃ、柿と一緒に食ってみれば。ご飯進むよこれでもね。まあいいや、今日はそれよりね、レミ食べれるかした。食べれる。レミ何でも食うもん。これアワビも、アワビじゃねえや、なんけ、ナマコだべ。ナマコ、鮭、鮭じゃなくてシャコ、うん、シャコ、シャコ食う時点で。シャコじゃなくて、あのなんだっけ、ホヤ食う時点でさ、もう何でも食えるよ。将来の酒飲みだからね、レミね。ママに見て。うん。ほや、うん、ほや、ほや食べれる時点で何でも食べれるよ。やばいよ。だからエナはかっぱ寿司には絶対行きたくないんだよ。だからしばらく行って。まあ生もの。まあちっちゃい時は生もの食べれないのが普通じゃない。うん、まあ生ものだけじゃねえけどな、そこ。でもそれでよ。だったら他のとこ、今エナ一番行きたいとこ丸海でしょ。ラーメン屋。ラーメン丸海。ね、違うね。カッパ寿司行きたい。もう丸海だけあるからね。あの時並んで2時間半並んで食って、それ以来もうエナは丸海の虜になってしまったらしいから。でもサコ、はい。うんとさ、サコって結婚式の時誕生日なの。正解。これ誰の？正解。恋ダンス一緒に踊りたいらしいよ。あれ？それ誰の？君たちとね。一緒に踊りたいらしいんだよ。誰が？ババが。ババ。いやババはこの間ね、演劇した時ちょっとやったけど難しい。うん、しいサトマさん難しいって言ってた。無理できない。カンパ全然覚えられない。エノはもう完璧だ。エノめっちゃ覚えだよね。エノとか。ママ全然覚えれない。完璧だもんね。うん、サトが音楽かけてやったりか、うん、一人ずつ踊る。うん、でも。でも今まあレミももうちょっとなん、うん、レミもちょっとだけはできてんだけど、チナはチナまず完璧だったよ。昨日でも踊ったの、なんか声すごい覚えるよね。本当だからエナがリーダーで、ね、こうレミとチナに今教えてる。チナを真ん中にすればいいんだよ。真ん中にして、あんたたちで お姉ちゃんたちが端っこにいてやればいいんじゃないの。やっぱチナどっちもこう見ながらこうできるから。ねえねえ、うん、さ、おめでとうございます。こういうダンス終わったらさ、おめでとうございますって言ったじゃん。おめでとうってね。でれ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 。おめでとう。いやー、それ高瀬の結婚式にあんた行ったじゃん。やばい。行った？何を言った？おめでとうございますって言ったじゃん。おめでとうって。ちーちゃん。
もう大丈夫か。いやレミの時も大丈夫かって。1年しかいたもんね。まあでもまあ小学校そんなね学年違えばそんな会うことないでしょ。ね、いやいやいや。でも運動会がずっとまだ来年から6年かしな。お前ちょっと運動しないとダメだよ。あのちょっとこの間のあの保育園のあの走り見てちょっと情けないなと思った。でもこれ200人以上の中でこのね8人に選ばれるっていうのはこれね大体わかるよね。結婚式の話かな。いやめっちゃ自慢っていうか、いやあそれはそうだろう。しかもアンカーだからね。バトンのあれも素晴らしいって言われて。パパ、ね、結婚式の話から始まったことないです。すいませんでした。お前最近そういうの多いな。素晴らしいと思います、はい、申し訳ありませんでした。申し訳ないです、はい、結婚式ね、まあ、お前たちはとりあえず恋ダンスをね、うん、完璧に、まあ、あとは結婚式きっとないから。いや長くないよ。何がないんだよ。あ？よしひばあの多分ないかもしれない。フグ買ったはんでさ、うん、次々やれってな。あちょ今の字やれ。ちゃんもいるしね。今の字やれ。だってフグをあのティラニフになる前にやれっての。その前にあの私たちがやっちゃうよって。まあ、エナとレミとチナ。いや本当結婚式やった方がいいかもしれないよ。うん、まあ我々は後悔してますから。やっぱそう思う。うん。うん。やっておけばいいよね。楽しみにしておくからえな。ちょっかしや。まあパパのあの。誰先に嫁に行くんだろうね。大連とレミ。あなんで。今日なんか言ってたよ、ユノのママ。大連にチョコありがとうって。あら。あんたバレンタインの初回やったの？大連。縦県の縦県の息子知ってるだろう。ありがとうって喋ってたよ。っていうことは多分さ、大連も喜ぶの。うん、すごい喜んでた。トワトレであげるかも。喜んでた。え、うじって。大連さ、まだあれレミがあげた箱まで取っておいてるんだよ。喜んでるみたいだよ。今日喋ってたもん。あんだの？藤原であったけど。ホワイトデーが楽しみですね。何回も言ってるけど、いや期待しないで待ってた。期待しねえ方がいいな。でも、うん、期待しない方がいい。照れてさ何もできないかもしれないから、うん、男ってそんだから、うん、多分さあれデミもチョコありだから誰でもさ多分あげるかもよ。ホワイトデーの時あれだねデミと誰の結婚式待ち遠しいな。いやまあまあ決めつけは良くないよ。ね、好きな人って変わるからね。まだ小1だよ。だってねえ、ね、なんでまーちゃんのさ、ね、結婚式の話からさ、違う結婚式の話に申し訳ありませんでした。ちっちゃんは結婚するかもしれないしね。バカ。もしかしたらすいません。あちょっと今だからほらちなが、あのほらなんでまーちゃんの結婚式からの前にちなシャツ出てるね。だらしないよ。言うことは達者になってきたから。え、こういうのは成長してない。疑問も行きたいのが結婚式、披露宴が結婚式っていう。いや、あんたもピンクのドレス着てイケメンでねが。なんなんだ。私も結婚します。いや、犬のでもあれもあるみたいだね。なんかね、うん、あるみたいで。なんだ、メヤニ、メヤニっていうより、あれだもんね、こう黒くなってもんね。これでもさ、しゃあないからね、これっていくら、手入れしてもね、うん、こうでしょう、だって。うん、お前何ビール飲む、あ、飲むか、いいよ。飲む。はい、飲んで。えなはきっと将来酒飲まないよ。そう飲まない感じ。
レミは飲むね。食べ物があれだから、はい、キャーこぼれるこぼれるこぼれる。今は真面目に生きそう。そういう感じ。真面目ではないからね。真面目っていうか、なんかそういう感じする。いや、でも真面目じゃねえから。実際真面目じゃねえから。レミはもう飛行に走るね。ウサギ。公共自体のウサギだし。誰と誰と誰がウサギ？ウサギ同士なんだって。誰とウサギ？ここに入れてる。ウサギウサギ。シナと公共。何やってんの？すごいね。あの鴨鍋の追加分をこう切ってる。他に牛いる？牛？牛は。あと牛？うん、牛。犬は犬。犬はあれがハノバちゃん犬。入れていい？うん、いいよ。入れて。よし。追加。追加された。ああ、特訓だね、レミの。あ、エナからの特訓。エナ、これマジでレミとチナに、ね、特にチナ。あと4日間の特訓だね。じゃあ今日衣装着て、ほらリハーサルしたから、うん、大丈夫。こっちから、こっち、右の手から、右、はい。あと昨日ピンどうしたのよ、ピン。ピンどうしたのピン。でさ、ちょっと見えなくなってさ。こさ、肌くそすぎ場面で跳ねとれ。それは。よし、犯罪。よいしょ。おっと。お、ちょっと。え、見て、肌がぶりなっちゃった。脱げた。大丈夫か？二人の声出て、一人の声出て、出て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 。だ、練習しないとほらあと何日もないから。出て出て。まあ完璧にできなくていいからレミな。やるだけのことをやる、やる、それだけでいいよ。レミの靴と、うん、そうか、それだけだ。だけはエナがパパに、パパに電話しといてって。ちょっとなんかさ、ここはさ、ボンボンボンってなって、なんか体がおかしくなったかと思ったけど、後ろにいたのね。いやお化け怖いやん。いや体どうにかなったんだかと思ったぞ。さあ、寝なさい。恐竜さあ、おいで。はい、これ、たないで。たないで。たないで寝ろ。おい。今、それで寝かさばっていくだろ。今ね。抱っこしてほしいのか。抱っこしてほしいのか。うん、よしよしよし。本当も大変だね。ここのうちの癒しになってるかもわかんないけど大変だ。よしよしよし。